康成、今日は息子は置いてきたのか。秀頼、今日はお前に話があってここに来た。なんだ。我らと争うより我らと手を組んで冥界の者と戦わぬか。なんだと。冥界の者は魔界を通じてこの者のように地上に現れることができる。ならば冥界の者を倒しその霊力を持って地上に戻った方が良いと思わぬか。そういうことか。面白い話だが断る。なぜ。我らは地上に出たがために大幅に霊力を失った。お前たちと手を組んだところで冥界の者には勝てぬ。それならば戦いで霊力を増した方が良い。それがお前にとっても得策だ。秀頼、時間の無駄だ。目を鳴らせ。地上での我らの存在期間はそう長くない。魔界と同じように考えていては消されてしまうぞ。覚えておけ。